今日はお招きありがとう。それにしても、大きな家ね。いえいえ、それにしても…ん？どうかしたの？その…アイリ先輩が私の家にいるって思うと、ちょっと緊張しちゃって…そんなに喜んでもらえると照れちゃうわね。でも、今日は忙しくなるから緊張してる余裕はないわよ。みんなが喜んでくれるチョコレートケーキをバッチリ作っちゃいましょう。おあら、キッチンもすごく大きいじゃない。これだけ広ければお菓子もたくさん作れそうね。うんうん、アイリちゃん先輩、何から作りますか？最初に作らないといけないのは一番時間がかかるケーキのスポンジよ。それから飾り付けに使うお菓子を作っていくわ。確かにスポンジが一番大きいですもんね。作るのも大変そう。ええ、それにライブもショーもステージがないと始まらないわ。だから土台のステージになるスポンジから作りましょう。そっか、ワンダーステージがないと始まらないもんね。絶対成功させるぞ。卵を1つ、2つ、3つ、あとは砂糖も入れて、これでよし。この卵さんたちを泡立てるの？楽しそう。私やりたい。電動ホイッパーって使い方を間違えると中身が飛び散っちゃうのよね。だから混ぜるときはしっかりと気をつけること。あ、やりた。うまく生地が混ざったらクッキー作りをお願いしてもいい？ちょっと混ぜるのが大変だけど。さきちゃん、さきちゃん、私もお手伝いするよ。本当？じゃあお願い。やったー、小麦粉とか持ってくるね。ビヨーン。よし、クッキーの型抜きまでできました。あら、かわいいじゃない。それじゃあマジパン作りに進めておきましょうか。マジパンってクリスマスケーキに乗ってるサンタさんの人形とかのあれですよね？ええ、モアモアジャンプのメンバーの人形を作ってケーキに飾る予定よ。人形まで作っちゃうなんて、アイリ先輩すごーい。あの、よかったらお手伝いしてもいいですか？アイリ先輩の大事なケーキだから、私も何かしたくて。サキちゃん、ありがとう。じゃあ一緒にやりましょう。はい、私頑張ります。マジパンに食紅をちょっとずつ垂らして。つけすぎてカッカッカになっちゃった。大丈夫よ、マジパンを作るのは簡単だから。新しいものを使いましょう。この真っ赤なマジパンは、そうね、ハート型にでもしておいて飾り付けで使うのはどうかしら。いいんですか？ありがとうございます、アイリ先輩。マカロンの方もちゃんと粗熱が取れたみたいね。片崩れしなくてよかったわ。すごーい、くるんってしてて本当にぬいぐるみさんみたい。エムちゃん、マカロンの中にガナッシュを絞ってくれる？はみ出さないようにちょっとずつでいいからね。あ
体どんなショーなのかしら。スイートスイート、えへへ、アイリ先輩のおかげで素敵なチョコレートケーキができそうです。でも次は一人で作れるようになりたいな。あら、どうして？私ならいつでも手伝うわよ。うぅ、魅力的なお誘いですけど。私、バンドの練習でも体力が足りなくなることがあって、いつもみんなにいろいろ助けてもらってるから、お礼に作るお菓子は、いつか一人で作れるようになりたいなって思ってるんです。そうだったの。自分の力でみんなにお返ししたい、一人でやり遂げたいっていう気持ちはすごくいいと思うわ。私もそう思う時があるもの。でもね、難しい時はみんなの力を借りていいのよ。え？アイドルもそうなの。一人じゃできないことも誰かの支えがあればできるようになるし、みんなで成長していけるのよ。一人じゃできないことも。一人で頑張ることは悪いことじゃないわよ。でも、もし一人でやるのが難しいときはいつでも呼んでちょうだい。お菓子作りでも何でも一緒に挑戦するわ。アイリ先輩、そっか、そうですよね。私、一人でやらなきゃって思いすぎてたのかも。アイリ先輩は、やっぱりすごいですね。テレビの中のキラキラしたアイリちゃんと一緒で。うんうん。テレビの中以上にキラキラしてます。私、アイリちゃんの後輩になれて、幸せだな。大げさね。でも嬉しいわ。ありがとう。このクッキーはここに立てて、アラザンもちょっとだけ。ぬいぐるみさんたちはどの順番で並べようかな。二人とも集中してるみたいね。リン、今なら出てきても大丈夫そうよ。こっそりね。お邪魔します。えへへ、ダンスの練習中だったけど抜けてきちゃった。うわ、すごい。どう？お菓子作り楽しそうでしょ。うん、それにアイリちゃんのケーキ、アイドルのステージみたいでとってもかわいい。とっても美味しそうだし、みんなきっと大喜びしちゃうね。ありがとう。リンの分も作るから期待しててちょうだい。やったー、ありがとう、アイリちゃん。交差点で大きな声を出して、二人とも何かあったの？それが、サキの様子がちょっと変みたいで。サキちゃんが？ああ、今日はイチカたちと家で遊ぶと聞いていたんだが、実際にはバンドの練習があったのに家の用事があるからと休んだらしいんだ。でも、サキちゃんはどうしてそんな嘘をついたのかしら。わからん。今まではこんなことはなかったんだが。あ、そういえば昨日の。気のせいだと思ってたけど、
やっぱりあそこにいたのは愛梨ちゃんだったのかしら。いい、悩んでいても拉致があかん。連絡してみよう。表面が固まるのを待ってからラッピングするだけよ。完成までは絶対に触らないようにね。じゃあその間に私は洗い物でも。あれ？さきちゃん、スマホ鳴ってるわよ。あ、本当だ。お兄ちゃんから？どうしたんだろう。はい、もしもし。サキ、今どこにいる？どうしたの、お兄ちゃん。ちゃんと家にいるけど。どうしたもこうしたもあるか。今、外でイチカと会ったんだが、今日はバンドの練習日だそうじゃないか。え？イチカには、今日家族と出かけると言っていたようだし、なぜそんな嘘をついたんだ。その、いろいろあって、ね、サキちゃん、何かあったの？大丈夫？し今、誰かの声がしたぞ。誰と一緒にいるんだ。それはだから、やっぱり、アイリちゃんも一緒なのかしら。桃井先輩も一緒にいるんですか？いっちゃんと雫先輩の声？お兄ちゃん、あたしなら心配いらないから。本当何もないし、怪しも必要なんて。サキ！サキちゃん大丈夫？はい、ボールが落ちただけなので。何かトラブルでもあったのか。今戻るから、おとなしく待っているんだぞ。待って、お兄ちゃん。切れちゃった。サキちゃん、どうしたの？どうしよう、お兄ちゃんが帰ってきちゃう。しかも、いっちゃんとしずく先輩も一緒にいるみたいだった。じゃあ、もしかしたら3人がここに来ちゃうかもしれないわね。どうしよう、愛梨先輩。早くケーキを隠さなきゃ。でも動かしたらダメなんですよね。ええ、まだボックスにも冷蔵庫にもしまえないのよ。今3人が中に入ってきたら隠しようがないわね。すればいいの？アイリちゃんたちがピンチだ。私に何かできることないかな。そうだねえ、アイリちゃん。リン？